ハリーは彼女を作るため出会い系アプリをインストールしました。現在この3人の女性が気になっていますが、そのうち2人は独身ではありません。誰だかわかりますか？2人目の女性はお風呂場の棚に2つのシャンプーを置いています。1つは彼女の巻き髪用で、もう1つは男性の髪とヒゲ用シャンプー。彼女はおそらく夫と一緒に住んでいるのでしょう。そして3人目の女性はハートの半分の形をしたネックレスを身につけています。もう半分は彼氏のものでしょう。つまり最初の女性だけが独身です。早朝ハリーは地元の公園に運動に行きます。途中で3人のランナーを見かけました。誰が早いか判断つきますか？2番目のこの方。このサイクリングしている3人はどうでしょう？誰が一番早いですか？3番目のこの方。運動後ハリーはお気に入りのカフェに行くものの、お店が混み合っていました。テーブルはすべて埋まっていますが、一人すでに食事を終えていそうです。誰だかわかりますか？この男性は支払いをしようとしていますね。ハリーはカフェの中を見渡すと泣いている女性を見つけました。彼女が悲しんでいる理由わかりますか？友達が髪を引っ張っているせいで泣いているようです。ハリーはビジネスクラスで別の都市に向かっています。キャビンには4人の女性がいますが、このうちの1人が金を密輸しています。誰が密輸しているか当てられますか？4番目の女性、お腹の形が不自然に四角いです。公園に行きゾンビの群れに襲われました。ハリーは恐怖に怯え逃げ出し始めます。すると目の前に3つのルートが現れました。そのうちの1つだけが避難所に通じています。ハリーに正しい道を見つける手助けをしてくれませんか？ルート A は簡単そうには見えませんが、唯一の脱出経路。ハリーは婚約パーティーに出席しています。彼の兄弟ケビンが彼の彼女であるベラに豪華なダイヤモンドの指輪でプロポーズしました。彼女の答えはイエス。パーティーは順調に進んでいるかに見えましたが、突然20秒間電気が消えてしまいます。再度電気がつくとベラは自分の指から指輪が盗まれてしまったことに気づきました。ハリーは3人の容疑者を見つけます。ピーターは、電気が消えた時僕はキッチンでケーキを切ってたんだと言いました。アリーは、突然暗くなった時私はリビングでピアノを弾いていたの。私はプロだから目を閉じていても弾き続けられたよとのこと。そしてキティは、ごめんなさい、私は元彼と電話で口論してたから周りを見てなかったと言いました。一体誰が嘘をついているでしょう？アリー、彼女はピアノを弾いていたと言っていましたが、今には楽器がありません。パーティーでハリーは美しい女性モニカという女性に出会います。一目惚れしたものの、残念ながら彼女はすでに結婚していました。配偶者がどの男性かわかりますか？最初の男性が正解。この男性だけが飲み物を持っていませんが、モニカが自分用と夫用の2つのグラスを持っています。パ
ーティーは続き、ハリーはヴィラットに出会います。彼は本物の吸血鬼。この彼女たちのうちの誰かが彼の妻です。誰だかわかりますか？最初の女性は吸血鬼ではありません。彼女はこのクッキーをかじり、赤い口紅を塗っているだけ。そして2番目の女性はニンニクのネックレスをつけています。おそらく悪霊を追い払うためでしょう。最後3人目の女性は鋭い耳と赤い目をしているので、彼女もヴィラットと同じように吸血鬼の可能性があります。でも今回はヴィラットの妻を見つけることが目的であり、彼女は必ずしも吸血鬼とは限りません。最初の女性に戻って結婚指輪を見てください。ヴィラットのものと似たルビーの指輪をしていますね。したがって彼女が彼の配偶者です。ハリーはハードウェア店のチェーンを経営しています。彼は窃盗事件を調査するために店の一つに来ています。店長は、今朝いくつか Xbox がなくなっていることに気づきました。昨日盗まれた可能性があります。昨夜働いていたのはそこの二人だけでして、そのうちの一人が犯人に違いありません。個人的にはボブだと思っています、と言いました。ハリーは、なんでそう思うんだい、と尋ねます。すると店長、両方に話を聞いたんです。ボブは何も怪しいものは見なかったと言ったんですが、一方ザックはボブが車の後部座席に箱を置くのを見たと言っていました。ハリーは店長にボブのところへ連れて行くよう言いました。彼らは駐車場にいるボブの方へ近づきます。するとハリーはザックが犯人だと確信した、と言います。なぜそう思ったのでしょう。ザックはボブがいくつかの箱を車の後部座席に置いたと言いましたが、ボブの車には座席が2つしかありません。ハリーは警察に通報し、警察はザックを逮捕します。店長は今後の盗難を防ぐため保管室の7桁のパスワードを変更することにし、同僚にヒントを残しました。このコードを解読できますか？指の数は5、三角形の角の数は3を示しています。次に花びらの数は6で、円は0を意味します。虹は7色あるので、つまり7。そして最後に四角形には4つの角があるので4。したがってパスコードは536074です。ハリーはコードを解読し、今度はボブの知力を試すために再度変更します。ハリーはボブに次のような手がかりを渡しました。全部で7桁のコードです。最初の数字はコード内の0の数、2番目の数字はコード内の1の数、3番目の数字はコード内の2の数で、4番目はコード内3の数字、5番目はコード内の4の数字です。6番目の数字はコード内の5の数です。そして最後に7番目の数字はコード内の6の数です。コードを解読できますか？正解は3211000です。ハリーはロードトリップに出かけます。彼は砂漠の真ん中で写真を撮るために車を止めました。3つの奇妙なことを見つけられますか？ハリーの影は右に伸びていて、サボテンの影は左に伸びています。彼は砂漠にいますが、このサボテンは鉢に入っています。そしてこのトカゲは小さな靴を履いています。ハリーは数日間ホテルの部屋を借りています。不幸にも彼には非常に厄介な隣人であるカレンがいます。二人は常に口論しています。ある日カレンは警察官を呼び、ハリーが彼女のタオルを盗んだと訴えました。一日中雨が降っていたのでビーチには行かずに部屋にいたんですが、ハリーがこのロープから私のビーチタオルを盗んだんです。窓から見てました。タオルを折りたたむとそのままバッグに入れてました。警察官はすぐにカレンが嘘をついていることに気づきました。どうしてでしょう。ロープは外にあります。雨の中でタオルを乾かすなんて意味ないですよね。
ハリーは地元の滝を見るツアーに参加しました。バスで昼寝をして目が覚めるとお気に入りの野球帽が見当たらないことに気づきました。近くの3人の観光客に尋ねます。サリーは言いました。ごめんなさい、私も寝てたの。誰がやったのかわからないわ。オリバー曰く、俺を見ろ、野球帽なんて被らないんだ、クールな帽子が好きなのさ。そしてモリー、私はサリーだと思う。彼女とっても怪しいわ。私が寝ている時にチョコレートを盗もうとしたのは彼女だと思うの。誰が泥棒か見つけられますか？答えはオリバー。彼はハリーの帽子を自分のおしゃれな帽子の下に隠しています。ハリーが地元のパン屋に入るとバリスタのロージーがとても困っていました。コーヒーの注文がたくさん入ったのに誰かが倉庫の豆を全部盗んでしまったの。ハリーは3人の容疑者を取り調べます。料理人のルイは、一日中クロワッサンを焼いていたんだ、今新しく作っているところだから君と話してる時間なんてないよ、とのこと。ウェイターのロンが言いました。アラームをセットし忘れて寝過ごしちゃった、今来たばっかりで豆を盗んだのが誰かなんて知らないよ。そして最後、マネージャーのダンは、朝から不満そうな客と話していたんだ、彼女があまりにもしつこくて周りを見る時間なんてなかったよ、誰が嘘をついているでしょう。答えは料理人。キッチンにもベーカリーにもクロワッサンなんてありません。マークとベンはエレベーターを待っています。マークは1階まで降りていかなくてはいけません。ベンは夕食を食べるために10階に行きます。2つのエレベーターが同時に到着しました。2人は別々のエレベーターに乗り込みます。さて、2人のうち1人はあまり機転が利かなかったようです。どちらでしょうか？ベンです。上に行かなくてはいけないのに、彼のエレベーターは下行きです。家でテレビを見てリラックスしていると、突然呼び鈴が鳴りました。誰かが来る予定はないはずですが、それでもドアを開けます。誰もいません。あるのはキャンディーの入ったカゴと手紙のみ。手紙にはこう書かれていました。チャーリーへ。助けてくれてありがとう。君のことが気に入ったから、今度遊びに行かないかな、愛を込めて。手紙に名前は記載されていないため、誰からのものか見当がつきません。幸い短い謎々が残されていました。オーガストの3日、フェブラリーの4日、メイの2日、ディセンバーの3日、オクトーバーの6日。この謎を解いて秘密のファンが誰か暴くことはできますか？英語になっているのがミソです。8月の3日はオーガストの3番目のアルファベット、つまり G を示します。フェブラリーの4つ目の文字は R、メイの2つ目の文字は A、ディセンバーの3番目の文字は C、オクトーバーの6つ目の文字は E。ということで、秘密のファンはグレースです。そもそも本当に知り合い？目を開けるとそこは牢獄。いくつかの松明で少しだけ部屋に光が灯っています。ドアまで近づいていって開けようとしますが、もちろん試乗されています。ドアの右側には3つのボタンがあります。赤、紫、黄色。そのうちの1つはドアを解錠して、残りの2つを押すと一生閉じ込められてしまいます。幸いにもヒントが残されていました。 NTEROULUT PPB。 一体何のことやら。さて、抜け出すにはどのボタンを押したらよいでしょうか？正しい順番に並び替えるとパープルボタン、つまり紫のボタンとなるはずです。ドアを解錠してくれるボタンは1つのみで、残りを押せば一生監禁なため、紫のボタンにかけるしかありませんね。
ジェシーは刑事として働くサンジの母です。ある晩遅く帰ってきて夕飯の支度をするために台所に向かいました。そこで待ち受けていたのはなんという散らかりよう。すでに誰かが夕食を食べたようです。チョコレートパスタサンドイッチ、子供にこんなものは食べさせたくありません。ということでジェシーは上に上がって子供を集めました。ケイティ、セレーナ、ハンナは全員宿題で忙しい様子。チョコレートパスタを食べたことを否認していますが、ジェシーは犯人が分かってしまいました。嘘を言っているのは誰ですか？ジェシーはなぜ分かったのでしょうか？台所で包丁はチョコレートパスタの右側にありましたよね。つまりサンドイッチを作った人は左利き、左利きの娘はハンナのただ一人です。森で迷ってしまい一日中さまよい歩く羽目になりました。ついに日没がやってきて魔女が住んでいそうな小さくて不気味な家に遭遇します。他に選択肢がないため中に入ってこのクレイジーな森から抜け出す方法を尋ねます。魔女は OK をしてくれましたが条件が一つ、ゲームをプレイしなくてはいけません。正しく答えられたら魔女は見逃してくれます。間違えてしまったら一生魔女の元にいなくてはいけません。それでは問題。あなたは自分だけのものを持っています。自分が使うことはあまりないですが他人は頻繁に使用します。さて何でしょう？ご自身の名前です。海外にて太陽と休暇をお楽しみ中、ある日ビーチで美しい女性と出会い一日を彼女と過ごします。夜になってまた明日会えるかどうか尋ねました。彼女は笑顔を見せて私の出身地を当てられたら OK と答えます。彼女もあなたのことが気に入ったためヒントをくれました。私の出身はアルメニアの2、ジャーマニーの1、イングランドの2、ターキーの1、インディアの2、オーストラリアの1。さてどこ出身かわかりますか？例によって英語のスペル問題です。アルメニアの2はアルメニアの最初の2つの文字を意味するため AR、 残りも同じです。ジャーマニーの1は G、 イングランドの2は EN、 ターキーの1は T、 インディアの2は IN、 オーストラリアからは A、 つまりアルジェンティーナ、つまりアルゼンチンです。複雑でしたね。頑張った甲斐があるといいんですけど。また別の森をさまよっているとピクニックに遭遇しました。全員魔女です。見つかる前に隠れようとしましたがしまった。一体何が目的なのでしょうかと思ったら結構砕けた様子でちょっと助けてほしいだけとのこと。8人の魔女のうちの1人が999歳の誕生日を迎えたそうです。しかし誕生日ケーキを用意したものの問題が、ろうそくがありすぎてケーキが小さすぎるということではありません。魔法の包丁は3回しかカットすることができないため8切れに分ける方法を試案していたのです。皆さんは分かりますか？はじめにケーキを半分に切ります。さらに切ると4切れできますよね。ケーキを真ん中で横に切っていくと2層に分かれます。これで1人1切れ。ヘレナは新しいギターを購入しました。今すぐ弾いてみたいですが学校があります。そのため鍵をかけた部屋に置いて学校へ行きました。その晩帰宅するとギターがありません。家族は陽気な人たちでいつもお互いにドッキリを仕掛けています。ギターのことでみんなを問い詰めるとこんな答えが返ってきました。母親はギターは見ていないと言います。父親は部屋を通り過ぎた時に見えたがすることがあったので部屋には入っていないそうです。
弟は家にいたものの一日中1階にいました。すぐに犯人が分かったヘレナ、皆さんはどうですか？嘘をついているのは父親です。部屋を通りかかった時ギターを見たと言っています。しかし部屋には鍵がかかっていたため中が見えるはずがありません。ミラーさんは出かけに息子のために100ドルを台所に残しました。しかし息子はお金なんか見ていないと言います。その朝家にいたのは3名、庭師のスティーブン、コックのビル、メイドのモリー。スティーブはお金を見たそうですが、誠実な人間であるためお金を盗むことはしていないと言い、ビルは朝は台所にいたがお金は一切見ていないと言います。モリーは台所の窓を開けてからお金が飛んでしまわないか心配になったそうです。そこでお札を本の35ページと36ページの間に挟んだと言っています。嘘をついているのは誰でしょう？モリーです。同じ紙の反対側にある35ページと36ページの間に入れることは不可能だからです。ケビンは4人の子供を持つシングルファーザー。とある晩遅くまで仕事をしているとご近所さんから電話が入ります。娘の一人が家から離れた場所を友達と一緒に歩き回っているとのこと。暗かったためご近所さんはどの娘かまではわからなかったそうです。帰宅したケビンは誰が暗くなってから外出していたのか問い詰めました。リリーは一晩読書をしていたと言います。マディソンはウノで遊んでいたと言っています。ライリーはバックヤードのプールにいたと言いました。アバは部屋で友達と話していたと言いました。すぐに嘘つきが誰かを見抜いたケビン、皆さんはどうです？答えはマディソンです。ウノは一人ではプレイできません。何か隠している証拠です。ジョシュが夜に森を歩いていると古いお城を発見しました。興味をそそられて侵入経路を見つけて廊下を歩き始めます。すぐに3名の人物に遭遇しました。彼らは2名が狼男で1名が吸血鬼だと言います。ジョシュを一生閉じ込めたかったようですが、逃げるチャンスを一度だけ与えてくれることになりました。ジョシュは誰が吸血鬼かを当てなくてはいけません。あなたが吸血鬼ですか？以外であれば全員に同じ質問をすることが許されています。ジョシュは目の色は何ですか？と尋ねました。この質問をした理由とは何でしょう？吸血鬼は鏡に姿が映らず写真にも映りません。そのため自分の目の色を知らない可能性が高いんです。皆さんに質問です。逃れるために吸血鬼にできる他の質問は思いつきますか？皆さんは吸血鬼と狼男についてどれだけご存知です？デイブは誤って母親に送ってしまったメールを消去するためにこっそり母親のパソコンを調べなければいけません。母親は記憶力が悪いため、常にパスワードのメモを用意しています。幸い見つけたメモには、9868と書かれていました。デイブはパスワードを入力しますが、間違っているようです。なぜでしょうか？また、本物のパスワードは何でしょう？メモは逆になっていたのです。本当のパスワードは、8986。ステファニーは長い一日を終えて帰宅します。一日中考えていたお気に入りのチョコをやっと食べることができると気分は上々。しかしなんとチョコがなくなっています。ステファニーは家族全員を尋問。夫は家に帰ってきたばかりでまだ何も食べていないと言います。娘のデラは一日中勉強していて何も食べていないと述べました。デラの双子の片割れアーニーは僕じゃないよと話しました。チョコを食べたのは誰でしょう？
ディラの机をじっくりご覧ください。チョコレートの包みがありますよね。しかし母親には何も食べていないと証言しました。嘘をついているに違いありません。スーパーのマネージャーは最近スイカが盗まれていることに気づき始めました。スイカ泥棒が店に訪れているようです。マネージャーは監視カメラの映像を確認してすぐに犯人が誰かを特定。皆さんは写真を見て誰が犯人か推測できますか？真ん中の男性をご覧ください。手でボールを持っていますが、なんだかとても重そうですよね。通常ボールはそんなに重くないので、中身はスイカに違いありません。トムとマークは仕事の面接にやってきました。企業は 100% の献身を求めているため、子供がいる親を採用するつもりはありません。どちらの男性も子供はいないと答えました。しかし一人は嘘をついています。どちらが嘘つきかわかりますか？マークです。彼の手をよくご覧ください。ピンクのシュシュがついていますね。おそらく面接の前に娘さんの髪を結んであげていたのでしょう。スミスさんはご近所さんを素敵なディナーに招待しました。最高のティーセットと銀食器を用意して美味しい料理を作ります。しかしディナーの間にご近所さんの一人が吸血鬼であることに気づきました。誰が吸血鬼で、スミスさんはどうして分かったのでしょうか？吸血鬼はスミス家の銀食器ではなく、自分で持ってきたプラスチック製のスプーンを使っている人です。吸血鬼は銀を嫌いますからね。4人の友人たちは夏休みの後に集まって夏休みの過ごし方について話していました。トビーはチリで過ごした数ヶ月とその暑さを自慢します。しかし友人たちはトビーを信じずに嘘つき呼ばわりしました。なぜでしょう？チリは南半球に位置しています。北半球が夏の間、チリは冬のはずですからね。トビーは暑いと言っていましたが、それはありえません。3人の友達同士、ブレア、クロエ、ネルは街を一日中歩き回っていました。すると美しい家を発見。ですが埃だらけで誰も住んでいないようです。3人は中に入って写真を撮影し始めました。夜になって写真を見ていると1人が悲鳴を上げます。恐怖を植え付けた写真はどれだかわかりますか？そしてその理由は、初めの写真、家には3人以外誰もいないはずなのに後ろから撮影されていて3人が一緒に写っていますね。ミシェルは誕生日パーティーを開いています。兄がとある女性と自分の部屋でケーキを食べていることに気づきました。ミシェルは相手の女性が誰か分かりません。興味をそそられて2人が出て行った後、部屋に侵入しヒントを探します。パーティーに来ていた女性は3名、ジャスミン、シドニー、そしてニコルです。ミシェルはすぐに兄の彼女が誰かを突き止めました。皆さんはわかりますか？兄が付き合っているのはジャスミンです。お皿と食器をご覧ください。フォークに口紅がついていますね。口紅をつけているのはジャスミンだけですから。タメラは弁護士で、サマンサはジャーナリスト。どちらが子供のいる母親かわかりますか？背景をご覧ください。サマンサの後ろの壁にはカラフルなマーカーで描かれた絵が飾ってありますね。お子さんが描いたものを飾っているのでしょう。ということで子供がいるに違いありません。ジアナはデートに向かう準備をしています。すると突然アパートの電気が消えてしまいました。準備はほとんどできていますが、まだ手袋をつけていません。暗闇の中ではマッチした手袋を見つけることはできません。ジアナが持っている手袋はブラウンとブラックのみ。すでに遅れ気味のため出発することにして、ジアナは手袋数個を手に取りました。同じ色で確実にマッチさせるためには何個の手袋を持っていけばいいでしょうか？3つです。初めの2つが違う色でも3つ目はブラックかブラウンのはずですからね。どれかはマッチするはず。ある警察官が強盗を尾行していました。すると突然
強盗犯が病院の中へ姿を消します。警察官がビルの中に入ると、中にいたのは3名、1人は医者に扮した強盗犯に違いありません。皆さんは誰が犯人か分かります？真ん中の男性です。バッジをご覧ください。女性の写真がプリントされていますね。おそらく初めに目についたものを手にしたのでしょう。その日はクリスマスの朝で、家族全員が家にいました。ベイリーがテレビを見た後に部屋に戻ってくると、放送していたプレゼントすべてが何者かに盗まれてしまったことに気づきました。家にいる全員を尋問することにしたベイリー、母親は夕食の準備をしていたと話します。父親は芝生を買っていました。弟は部屋でテレビゲームをしていたそうです。さて、プレゼントを盗んだのは誰でしょう。ベイリーの父親です。冬で外では雪が降っていますよね。それなら芝刈りはできません。美術館にて突如数分間消灯します。再び電気がつくと、高価な絵画が消えていました。刑事が到着し調査を始めます。容疑者は3名、刑事は一人一人尋問しました。ダンスの先生のジェシカは、電気が消えた時恐怖に襲われ動くことができず、物に触ることなどできなかったと答えます。ジャーナリストのデレックは、その間ずっとトイレにいたそうです。エンジニアのコリンズは、美術館の別の部屋にいて恐竜の化石を見ていたと話しています。嘘をついているのは誰ですか。コリンズです。ここは美術館のため、恐竜の展示があるわけありませんからね。本物の狼男でないのはどちらでしょう。狼男のような見た目の男性です。狼男は満月の夜に狼に変身します。現在は日中のため、男性はコスチュームを着用しているだけでしょう。エズメは森で散歩をしています。夜明けの後、家に戻ろうとしましたが、道に迷ってしまいます。最終的に魔女の家を見つけて、家に返してもらえるように頼みました。魔女は助けることに同意しますが、エズメが謎々に答えることが条件。正解しなかった場合は、魔女の元に永遠に残らなくてはいけません。魔女はリンゴを手に取り、糸を結びつけて持ち上げました。それからエズメにリンゴを落とさずに糸を半分に切るように指示します。エズメはリンゴに触れたり持ったりすることは許されていません。どうしたらよいでしょう。エズメは糸の真ん中に結び目を作り、輪にして輪の部分を切ればいいんです。時空警察は、規定以上にタイムマシーンを使用しているタイムトラベラーがいることを突き止めます。警察は彼を追って石器時代までやってきました。タイムトラベラーが誰だか分かりますか。スニーカーを履いている彼です。石器時代にスニーカーなんて存在しませんもんね。ブラウンさんは通りで強盗に遭います。犯人は彼の顔の右側をぶって財布を奪い逃げていきました。ブラウンさんは犯人がよく見えませんでしたが、近くの病院に入っていくのを確認。後をつけるため病院に入っていくと、3人が椅子に座っています。慎重に観察して犯人が誰か見極めましょう。ブラウンさんがぶたれたのは顔の右側でしたよね。つまり強盗は左利き。バッグの置かれている場所に注目してください。一人目の女性はバッグを左側に置いているため、この人が犯人に違いありません。シエナは自分の誕生日に素敵なヘアピンを買いました。学校に持って行って昼休み中に友達に見せびらかします。しかしお手洗いへ行って戻ってくると、ヘアピンがなくなっていました。ビフォー&アフターの写真をよく見比べて、どの友人が盗んだのか当てましょう。赤髪の子が飲んでいるジュースが入ったコップを見てください。初めの写真より後の写真の方が量が多いように見えますね。ヘアピンをジュースの中に入れて隠したようです。
グリーンさんは交通事故に遭って病院で1ヶ月過ごします。若干記憶喪失があり、一部のことを忘れてしまいました。家族はいません。1ヶ月後やっと自宅に戻ります。正しい通りに着いたものの、どちらが自分の家か思い出せません。皆さんは推測できますか？グリーンさんの家は雪が積もっている方です。1ヶ月を病院で過ごしており、一人暮らしのため雪かきをする人がいなかったと考えるのが妥当でしょう。2つの家族のクリスマス写真をご覧ください。貧しい家族はどちら？2つ目の家族、息子は大きなプレゼントをもらったようですが、親にはプレゼントが一切ありません。自分たちのプレゼントを買うだけの余裕がなかったということでしょう。超大金持ちのビジネスマン、カール・ジェンキンスは暗い部屋に一人で監禁されてしまいました。携帯の充電はあと少し、送信できるメッセージは1通のみです。携帯のメッセージが盗み見られる可能性を考えたカールは、高校時代の友人で探偵のジョン・スミスに暗号を送ることにしました。その昔、高校時代に2人は暗号を使ってよく遊んでいたのです。カールは当時と同じ暗号をジョンに送りました。そのメッセージがこちら、ヒアヌアヒオルテケ。暗号を解読できますか？高校時代に2人が使っていた暗号は一文字ずらし。解読するにはあいうえお順に一つ前の文字へ戻ります。するとこのようになりますね。犯人はエリック、犯人はエリック。暗号を読んだジョンはエリックという名前に心当たりがありました。カールの会社の重役がエリックという名前だったのです。ジョンはエリックに数年前のパーティーで会ったことがありました。エリックの顔を知っていたジョンは自分一人でカールの救出に向かうことにしました。まずはカールの屋敷で手がかりを探さなくてはなりません。そのカールの屋敷の鍵はエリックが持っていたはずです。受付のケリーは、エリックはいつも午後2時になるとお気に入りのカフェで取引相手とランチをするという情報を与えてくれました。そこにはヒゲを生やした姿のエリックが何者かと商談をしていました。それぞれの横には全く同じに見えるブリーフケースが置いてありました。エリックの商談相手がカフェを後にするのを待ちました。すると2人は車へ向かい、後部座席にケースを置き、車を駐車場に停めたままその場を後にしました。うっかりしていたのか、車の鍵は開いたままになっているようです。さて、ジョンが持ち去るべきはどちらのケースでしょうか？真新しく見える方を持ち去るべきです。商談相手のケースには傷がついていましたね。どちらのケースもナンバー式のロックがかけられています。見つかることを避けるため、ジョンは車の中でケースの鍵を開けなくてはなりません。さあ、この新しいブリーフケースのロックを解除できますか？最初に試すべき数字は、最初に000を試しましょう。ブリーフケースが見たままの新品だった場合、鍵の数字は最初000になっているはずです。どうやらエリックに数字をセットする時間はなかったようで、鍵は開きました。そもそも車の鍵をかけるのを忘れるほど油断しやすい性格をしているわけですから、数字を000のままにしていたのもうなずけるでしょう。鍵を手に入れた探偵のジョンはカールの屋敷に向かいました。玄関を鍵で開けて中に入り、2階の書斎へと向かうことにしました。ジョンはこの書斎に昔来たことがあったため、向かうための階段に仕掛けがしてあることを知っていました。間違った段に足をかけてしまうと、地下室へと真っ逆さまに落とされ、自力で脱出することができなくなってしまいます。ジョンが踏んではいけない段はどれでしょう？真ん中に隙間のある段、これが目印になっていますね。踏めば暗い部屋に真っ逆さま。
中はコウモリと雲だらけでしょう。さて、書斎の扉の前までやってきたジョン。カールはいつもここをボタンを使って開けていました。目の前にあるのは3つのボタン、黄色と緑と青が並んでいます。絵を描くのが好きなカールならば、どのボタンを正解にしていそうですか？青と黄色を組み合わせると緑になりますね。緑を押すとボタンが開きます。事件の真相を知るために欠かせない書類の入った金庫にたどり着きました。しかし当たり前なことに、この金庫にもコードロックがかけられています。そして注意書きの文章も書いてあるのがわかります。コードの入力が許されるのは1回のみ。間違ったコードを入力すれば金庫は二度と開かない。手がかりを求めて見回したジョンはヒントを見つけました。机の上に秘密コードと書かれたメモがあり、3桁の数字が書かれていました。しかし真ん中がインクのシミで潰れてしまって読むことができません。1回だけの挑戦で金庫を開けることができますか？コードは371。頻繁に使われていればボタンはすり減っているはずです。3と1はもう分かっているので、あと1つ7が正解の数字になっています。というわけで機密文書が手に入りました。ジョンがそれらに目を通していくと、どうやら必要そうな書類が見つかりました。ただし束の偽物の中から本物の書類を1枚だけ見つけ出し、それを証拠として提出する必要があります。どれも同じに見える4枚の書類のうち、本物はどれでしょう？左上の書類が本物。印鑑とサイン、そして重要書類と正しく書かれています。隣のものは似ているようで、書類の名前が重要書眼。他はそれぞれ印鑑かサインが抜け落ちています。というわけで、この重要書類をくまなく読んでみると、内容はオークションで落札されたとある絵画についてでした。ジョンは無人となったこの屋敷から高価な美術品を盗むために、何者かがカールを誘拐したことに気づきました。しかしカールのコレクションを見ても、絵は一枚も盗まれていません。とはいえ何かがおかしいですね。一体何が盗まれたのでしょう？絵画は確かに盗まれていませんが、その絵画についていた額縁が一つ盗まれています。書類によれば、絵画はつい最近落札されたもので、ある美術商がその手助けをしていたようでした。この美術商は正直な男で、これまでにカールが落札した絵画が全て本物であることを保証していました。しかし今回に限っては絵は偽物でした。では美術商はどうしてカールにその絵画を買うよう言ったのでしょうか？確かに絵は偽物で何の価値もありませんでした。しかし盗まれたことからもわかるように、額縁は非常に高価なものだったのです。事件の真相がなんとなくわかってきました。カールの額縁を盗もうとして全ての犯行は仕組まれたのです。ジョンは屋敷の外へ向かい、カールの誘拐犯が逃げた先を絞り込もうとしました。道路に残された跡をたどり、カールの居場所を探し当てました。どこへ向かうべきでしょうか？左のタイヤ跡を追いましょう。道路には3つのタイヤ跡が残されています。1つはジョンの車のもので、1つは一筋で細いため、それが自転車のものであることがわかります。自転車での誘拐は行うことが難しいでしょう。郵便配達人のものと考えるのが自然です。しかし最後のタイヤ跡は明らかに大きな車が残したものです。これを追いかけましょう。どうやら道筋に曲がり角はなく、車をまっすぐ走らせるだけで
犯人の居場所まで行くことができそうです。30分後たどり着いた場所はお城でした。目の前には3つのお堀があります。1つ目のお堀の底には先の尖った鉄棒が並んでいます。安全に飛び越える方法は？おっと、そばに気球があるじゃないですか。これを使いましょう。次のお堀は炎で満たされています。気球は砂が燃料が少なく、あまり長く飛ぶことができそうにありません。真上を飛ぶのは危険そうです。しかしそれでも彼は気球でその上を通り抜けることに成功しました。一体どうやった？気球の重りの袋には砂が入っています。これを火に振りかけたのです。最後のお堀は溶岩で満たされています。渡る方法を見つけるのに少し時間がかかりましたが、それでもジョンは安全に渡ることに成功しました。どうやった？彼の周りには石がたくさんありました。溶岩は浅かったため、そのうちに足場ができ、彼はその上を渡っていったのです。お城の中に入ると狭いホールの中に出ました。目の前には3つのドアが並んでいました。それぞれの上にはサインが並んでいます。ドアのうち1つは逃げ出せない迷宮につながっている。ドアのうち1つは出口につながっている。そこを通ると3つのお堀を再び越えなくてはならない。ドアのうち1つは君が探しているものだ。しかしそんな文章とは関係なく、ジョンはドアを見てカールが通ったものを見つけてしまいました。そのドアは一体どれでしょう？ドアノブは光る金属でできています。ツルツルした表面には指紋が残されていますね。ジョンが扉を開くと、そこにはカールが閉じ込められていました。部屋から飛び出すカールとともに出口へ向かうと、途中に額縁がいくつか飾られていました。カールの額縁はどれ？真ん中の長方形が正解。先ほど見た絵画はちょうどこの形をしていましたね。お城から脱出した2人は車に乗り込み警察署に向かいました。そこで待っていた刑事はすでに3人の容疑者を捕まえていました。カールとジョンは別々に部屋に入り、それぞれ同じ人物を犯人だと指さしました。選んだのは誰でしょう？右の男。カールはその男が美術商だったので、その男を指さしました。そしてジョンはその男がエリックと食事をしていた男だったので指を指しました。そう、この事件の犯人はこの美術商だったのです。準備はいいですか？脳がムキムキになるワークアウトをご用意していますよ。それでは行ってみましょう。授業の後、マーゴットは図書館で勉強をしていました。途中でお手洗いへ行くことに。図書館に戻ってくるとお財布がなくなっています。マーゴットは慌てて警察に通報。司書さんは男性を目撃したと言っています。しかし視力が悪く、どのような見た目までかは思い出せないそうです。うっすらとした説明を聞いた後、警察官が3名の学生を尋問しました。オーウェンは勉強をしていて、警察が着くまで机から離れなかったと言います。フィンはマーゴットの姿は見かけたものの、それほど注意を払っていませんでした。本を探していたんです。ルカは電話で友達との会話に夢中で何も見ていないと言っています。お財布を盗んだ人は誰ですか？答えはルカです。
電話で話していたと言っていますが、図書館での通話は禁止ですよね。電話を使っていたならすぐに追い出されていたはずです。ということで嘘をついていることは明らかですよね。森の中をのんびりと歩いていると、エズメは迷子になってしまいました。長時間歩き回っていると魔女の家が目に入ります。エズメは家へ戻る道を魔女に尋ねました。魔女はそれを拒否。しかし機嫌が良かったようで取引を持ちかけてきます。魔女はエズメに3個のリンゴを渡しました。2つは毒入りで1つは安全。エズメはリンゴを選んで口にしなくてはいけません。毒入りでない方を口にした場合、魔女は家に帰る道を示してくれます。賢いエズメは見事状況を切り抜けました。エズメはどのようにしてリンゴを選んだのでしょうか。リンゴの一つに虫が乗っていたんです。つまり食べても安全だということ。とある学生は科学の試験を受けましたが、落第することは目に見えていました。教授はもう一回だけチャンスを与えようと最後の質問をしました。私の長女の名前は何だ。学生は混乱します。教授は質問が難しすぎたと判断してヒントを与えました。3つの数字を書き出したのです。58311です。学生が答えを導き出すのを手伝ってもらえますか。これは科学の授業ということで、なぞなぞも科学に関連しているはずです。周期表を見てみてください。58番はセリウムの CE、 3番の要素はリチウムの LI、 11番はナトリウムの NA。 これを合わせるとセリーナという名前になりますね。教授はこのゲームが気に入ったようです。そこで試験に苦戦している別の学生にもなぞなぞを出題。私には娘がいる。2人以外全員が黒髪だ。さらに2人以外全員がブロンドだ。さらにさらに2人以外全員が赤髪だ。さて私の娘は何人かな。学生が答えを導き出すお手伝いをしていただけますか。今回は科学と何の関係もありません。ただの論理。教授の娘は3人。1人が黒髪、1人がブロンド、1人が赤髪です。ベンが夜公園を歩いていると、誰かに襲われて所持品を盗まれてしまいました。ベンは警察へ向かいます。当時公園にいたのは3名。コール、ジェリー、バーナード。3名は連行されました。警察官は全員にマーカーを渡してホワイトボードに名前を書くように指示します。作業が終わるとすぐに警察は正しい犯人を逮捕しました。一体誰でしょう。警察はどうやって犯人を特定したのでしょうか。ジェリーです。ベンは右から殴られていましたよね。つまり犯人は左利き。3名の容疑者の中でジェリーのみが左利きです。ベン&ジェリーってアイスのメーカーじゃないですか。南極探検隊のとあるメンバーは気がつくと凍りついた洞窟の中にいました。何が起こったのかは思い出せません。しかし逃げ出さなくてはいけないことはなんとなく理解できます。目の前には3つのドアがあり、メモにはドアの向こうに待ち受けるものが書いてあります。1つ目のドアの向こうにはお腹を空かせたホッキョクグマ、2つ目のドアの向こうの部屋には毒ガスが溢れています。3つ目のドアの向こうには毎秒鋭いつららが落ちてくる部屋があるそうです。生き延びるために男性が選ぶべきドアはどれでしょうか。選ぶべきは1つ目のドアです。南極にいるんですよ。ホッキョクグマがいるわけないじゃないですか。
放課後、ノラは大学に残っていました。プロジェクトを終わらせる必要があったんです。廊下の椅子に座っていた彼女ですが、すぐにお腹が空いてきました。食事をしに行く間、ノラは持ち物をその場に残していきます。戻ってきた際に持ち物をチェックすると、すぐに警察に通報しました。あらましを話して、財布が盗まれたことを伝えます。近くにいたのは3名の学生。全員が尋問されました。ケネディは友達にメールをしていたそうです。E さんは、ノラの近くにしばらく座っていたよ。でも彼女の財布は見当たらなかったし、触ってもない、と言います。ガブリエラは教室にいて数分前に出てきたところだそうです。警察は話を聞き、誰も逮捕せずに立ち去りました。なぜでしょう？警察はノラが食事をしに席を立ったことを思い出したんです。ノラはお財布を持っていたはずなので、盗まれたはずがありません。ノラは嘘をついていたのです。サラ、ミラ、エレノアの3名の女性は買い物に出かけました。2人は妊娠中で、1人はプロのスイカ泥棒。どの人がスイカ泥棒かわかりますか？ミラです。彼女だけヒールを履いていますね。妊婦さんはあまりヒールを履きませんから。オーロラは田舎で夏を過ごしました。一人で森へ長い散歩に出かけます。ある時、大きな豪邸が目に入りました。誰も住んでいないことは明らかです。ということで、豪邸に足を踏み入れてみました。埃をかぶっていますが、中は美しい状態のままです。オーロラは写真を数枚撮影してその場を立ち去りました。家に帰って写真を確認します。SNS にアップするための一番の写真を選びたかったんです。しかし、写真の一枚を見て、オーロラは思わず叫んでしまいます。この写真をじっくりご覧ください。何が恐ろしいかわかりますか？オーロラは自分自身が写真に写っていることに気づいたんです。でも家の中に人はいなかったため、そんなことは不可能ですよね。ステラとアダリンは姉妹です。昔、祖母がアダリンにブレスレットをプレゼントしてくれました。しかし、ステラもこのブレスレットが欲しくてたまりません。ということで、時々アダリンの部屋に侵入してブレスレットを借りていたんです。ある時、アダリンが帰宅するとブレスレットがなくなっていることに気づきました。ステラの部屋のドアをノックします。ステラはドアを開けて、アダリンを目にするとドアを閉めてしまいました。数分後、アダリンはなんとかステラの部屋に侵入することができました。ブレスレットを求めて部屋中を探します。ステラは今回ばかりはブレスレットを取っていないと主張。アダリンは何も見つけることができず、その場を離れるしかありません。しかし、部屋から退出する際にひらめいたのです。ブレスレットを取り返すことができました。ブレスレットは一体どこでしょう？ドアを開けた時、ステラの髪は下ろした状態でしたよね。今は髪を結んでいます。数分の間にお団子頭にして中にブレスレットを隠したんです。雨の降る夏の夜、ミラーさんは仕事から帰宅。ご近所さんのスミスさんが遊びに来たので、二人は一緒に紅茶を楽しみました。スミスさんによれば、彼女の娘はパーティーに行ったそうです。そこで遭遇したのがミラーさんの三つ子の息子の一人。ミラーさんはどの息子か尋ねましたが、スミスさんにはわかりません。娘さんは三つ子の見分けがつかないんです。ここでの問題は、息子3人は外出禁止で、来週まで外に出ることができません。ミラーさんは誰がルールを破ったのか突き止めることにしました。3人を呼び出して、1日の過ごし方を尋ねます。アーティストのイアンは、
夜は外で絵を描いていたよと言います。ミュージシャンのライアンは歌を作っていたので一日中家にいたよと言いました。ルークはスポーツが大好き、ワークアウトをしてその後は読書をして過ごしたよと言っています。ミラーさんは外出禁止の1ヶ月延長を誰に食らわせるべきか分かりました。嘘つきは一体誰でしょう。ミラーさんはどうやって突き止めたのでしょうか。嘘をついたのはイアン、外で絵を描いていたと言っていますが、天候は雨だったんですよ。新しい一日ということで再び森で散歩と思ったら、エズメはまた迷子になってしまいました。再び魔女の家に行き着きます。今回魔女が用意していたのは別の課題。魔女はエズメにチョコとナイフを差し出しました。魔女は7つの手品を披露。各手品の後、エズメはチョコの7分の1を魔女に渡さなくてはいけません。ここで問題。ナイフには魔法がかかっていて2回しか切ることができません。チョコを折ったりナイフを使わずに切ることは不可能です。エズメはどうやってこの条件を満たし家に帰ればよいのでしょうか。エズメはチョコを次のように分割し2つの切り目を入れました。1/7、1/2、1/4。1つ目の手品の後、エズメは魔女に1/7のかけらを渡します。2つ目の手品の後、1/7のかけらを渡して1/7を回収します。3つ目の手品の後、小さなかけらを再び魔女に渡します。4つ目の手品の後、エズメは初めの2つのかけらを没収し1/7のかけらを渡します。それから一番小さなかけらを魔女に渡します。6つ目の手品の後、1/7のかけらを回収して魔女に1/7のかけらを渡しました。そして最後の手品の後、一番小さなかけらを魔女に渡せば OK です。ボーナス。エズメが本当に賢いならなぜ毎回森で迷子になるのでしょうか。答えは私もわかりません。この中で吸血鬼が誰かわかりますか。彼の奥さんは吸血鬼です。日が暮れた後にパーティーに参加しました。この中に狼男がいます。誰でしょう。左にいる女性は猫の毛を掃除していて、後ろに猫がいます。逆に右の女性の床や壁には引っかいた跡があり、この靴は破れています。彼女の旦那さんが狼男です。どちらが本物の幽霊でしょう。右の女性はハロウィンのために幽霊の衣装を着ています。左の女性は足が見えないので本物の幽霊です。本物のゾンビはどっちの男性でしょう。左の男性はただの風、右の男性は人間の食べ物を食べずお皿が空っぽなのでゾンビです。睡蓮は湖で育ち、毎日その数は2倍になります。睡蓮は48日間で湖の表面全体を完全に覆います。湖を半分覆うのに何日かかるでしょう。答えは47日間。毎日睡蓮の数は2倍になり、48日目に湖は完全に覆われます。つまり48日目には47日目の2倍の睡蓮が咲くということ。ジャックは何者かが頻繁に自分の芝生を荒らしていることに気づきました。そこで隠しカメラを設置し、誰が家によく近づいているのか観察することに。4日経ち映像を確認していたところ、すぐに犯人が誰であるのか分かりました。皆さんは分かりますか。答えはジャックの隣人カレンです。
彼女は全ての写真に写っていますが、バレないように手を打とうとしています。女性は運転免許証を持っていません。彼女は遮断機が下がった時、踏切で止まりませんでした。一時停止の標識を無視した後、一方通行に沿って間違った方向に移動し、3つの交差点を通過した後にやっと止まりました。交通警察官は彼女を見て干渉しないことに決めました。なぜでしょうか。彼女は電車で移動し、その後に歩いて移動しただけですからね。メアリーは友達のローガンを救うために氷の城に入ろうとしていますが、ゲートにはダイヤル錠があります。幸い氷には刻まれた手がかりが。よく見てみましょう。162、一つの数字は正しく適切な場所にあります。842、二つの数字は正しく間違った場所にあります。526、どれも正しくありません。コードは何でしょう。答えは184です。まず526は番号が正しくないので2と6を除外します。842では2つの数字が正しいので8と4が必要です。残りの数字は1ですが、これは正しい場所にあるので8と4がどこになるのか簡単にわかります。門を開けてお城に入ったメアリー、彼女は凍った廊下を歩き、目の前に3つの扉が現れます。最初の扉は吹雪が激しく吹いていて、2番目の部屋には危険な雪の竜がいます。そして3番目の扉の後ろには紺碧の氷の層で覆われた湖があります。メアリーはどの扉を選ぶべきでしょう。ドラゴンは間違いなく NG です。紺色の氷は薄いので安全ではありません。湖の中に落ちてしまうでしょう。最適な選択肢は最初の扉です。メアリーは部屋を横切り、長い廊下にたどり着き、氷の女王のモンスターに追いかけられます。彼女は廊下を駆け下り、澄んだ氷でできた別の3つの扉を見つけます。最初の部屋には魔法の雪のオウムがいます。2番目の部屋は水で満たされています。そして3番目の扉の後ろに小さな黒い部屋があります。見た目はまるでロッカーです。メアリーはどの扉の後ろに隠れるべきでしょう。最初のドアの後ろにある氷の女王のオウムはメアリーを見た瞬間に泣き始めるでしょう。3番目の部屋は扉が透明な氷でできているため、すぐにモンスターに見つかってしまいます。つまり2番目の扉が最適だということ。メアリーは泳いだ後、小さなホールにたどり着きます。ローガンを見つけ一緒に逃げようとしますが、氷の女王に捕まり檻の中に入れられてしまいます。檻の隣には3つのレバーがあり、氷の女王はメアリーにヒントを与えます。最初のレバーは檻を開けますが、氷点下の冷たい地下湖に落ちてしまいます。2番目のレバーは城のすべての檻を開けるため、中にいるすべてのモンスターを解放します。3番目のレバーは檻が開きますが、降りることができるのは1人だけです。一体どうすればいいのでしょう。答えは3番目のレバーを引いてローガンを外に出し、その後に最初のレバーを引くとメアリーは水の中に落ちますが、ローガンは彼女を助けることができます。ジョンは友達のためにサラダを作ることにしました。必要なものはパプリカ3つと同じ数のトマトです。加えてトマトより少なく、ラディッシュよりも多くのキュウリを必要としています。ジョンは何種類の野菜を使うのでしょうか。答えはパプリカ3つ、トマト3つ、キュウリ2つ、そしてラディッシュ1つです。ある教授は3人の学生を講堂に残し、お昼ご飯を食べに行きました。そして部屋に戻ると、重要な試験の解答用紙が机から消えたことに気づきます。彼は生徒たちに質問しました。カイルは、先生がいなくなって10分後、お母さんから電話が来て建物の近くで会ったんだよ。戻った時には解答用紙はなくなっていたと言っています。しかしブライアンは、
誰もカイルに電話してないよ。カイルは机から何かを取って出て行った。と説明しています。そしてライアンは、ブライアンの言っていることは本当だよ。それが解答用紙だと気づいたとき、僕たちは外まで彼を追いかけたけど、すでにいなくなっていたんだ。と言っています。教授は誰を信じるべきでしょうか。ライアンとブライアンは嘘をついています。彼らは外までカイルを追いかけたと言っていますが、外は雨が降っていて、二人の洋服は乾いたままです。怪しいアーティストは誰でしょう。右の女性は赤ではなく、オレンジ色のペンキを使っているので、洋服に赤いシミがあるのは疑わしいです。このパーティーで怪しいのは誰でしょう。2番目の女性は毒が含まれているグラスにマークをつけました。怪しい生徒は誰でしょう。3番目の生徒は書いているふりをするだけです。実際に雑誌を読んでいます。怪しい女性は誰でしょう。右の女性は妊娠したふりをしています。王子は普通の女の子と結婚し、彼女を宮殿に連れて行きました。彼の母親、つまり女王様は彼女をよく思っていません。そして彼女を見張ったところ、密かに宮殿から宝石を持ち出し、カシの木の下に隠していることに気がつきました。女王はすぐに王子のところへ行き、話しました。王子はカシの木の下を確認し、実際に宝石を見つけます。彼の妻は彼にすがって、こう言っています。王子様、お願いです。私は自分のために盗んだのではありません。後で家族が拾えるように残しているんです。しかし女王はこう叫びます。彼女は嘘をついている。宮殿から逃げて宝石を売ろうとしているんでしょう。嘘をついているのは誰でしょう。嘘つきは女の子です。誰も家族を訪ねたり、必要なものを堂々と与えることを禁じていません。彼女は逃げた後にお金が必要になるので宝石を隠しています。ジョンは昼休み中に肉を買うために肉屋に行き、特定の方法で肉を切るように頼みました。肉屋はジョンが消防士かどうか尋ねます。正解、ジョンは消防士です。なぜ肉屋はジョンの職業が分かったのでしょう。彼は消防士のユニフォームを着たまま外に出ました。ベリーとキノコを取りに森に行ったメアリー。しばらくして彼女は迷子になってしまったことに気づきます。そして突然、背後でパチパチと音を立てる木が。その正体はモンスターです。メアリーはできるだけ早く走り、なんとかモンスターから逃げ切り、小さな家を見つけて中に入ります。住人のおばあちゃんは助けてあげると言いますが、メアリーはすぐに彼女は変身者であることに気づきました。彼女はなんと森の怪物。メアリーはどうやって知ったのでしょうか。